はい、どうもこんにちは。今日は珍しく元気なので調子がいいので俺の宝物の前鉢を紹介しようかなと思うんだけど、まあよかったら見てってください。とりあえず今あるものだけね。はい、これ材質した一番最近作ったやつかな。ここにあるよ、積んだらでは材質したんで、長さがまあ大体37.8、そこまで言うと大体じゃねえな、37.8ぐらいだったと思う。あ、結構まだ光沢が残ってるね。しばらく磨いてなかったんだけど。はい、これはまあそもそも木材が高級っていうのもあるんだけど、めちゃくちゃ硬いので木がすごい苦労した。で、なんでこんな尖ってないのか。まあ見た目的には普通はね、こういういい木材は先端がっちり尖らせちゃった方が見てくれはかっこいいけど、ただそうするとそもそもこういう重い反発の強い重い木を細く作っちゃうとすごい手首に負担がかかることを知ってたので、まああえて狙ってこういう形にしてみたところ、まあものすごく使いやすい。連動はもちろん入んないけど、すごい使いやすいバチになったよという、チタンのバチです。何も書いてない。はい、でこれが新しい順に並べるか。多分こうだな。はい、こっちから順に新しいと思う。でこれがね、2代目、白い方、包材には黒と白と2つ、まあ俺はそういう風に分けてんだけど、白方の主力鉢かな。今持ってみて、すごい、あ、軽って思った。久しぶりに持ったけど、直前にこれを持ったからか。あんま変わんないわ。これが重いだけでした。この動画を撮り始めた瞬間に咳が出だすっていう、喉がツンデレ。まあ、洗濯だシールっていういわゆるやつが貼ってますけど、これは、まあ、一応右左があって、左の方がちょっと重いのかな。でも、かなり主力な鉢で、秒速42をこの鉢で出してる。あとは、2013年か2年くらいの時代で、ドキドキ胸キュンお祭りタイム。あれを、800、なんだだったかな、900いったんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、結構、その当時、上の方の上位クラスの連打数を出してた。っていうのにもかかわらず、めちゃくちゃ精度も取りやすくて、ひょっとすると時と場合によっては、このバチより使いやすいかもしれないんだけど、絡まりの花を、5年かそのぐらいの時に、60打、61打、61打全寮をして、全国2位の記録を保持してました。当時激戦区だったんで、その曲が。まあかなり早かったかなって、あの時は。たまたまなんだけど、そんなうまく噛み合ったのは。とにかくこのバチはもう、奇跡としか言えない。自分で言うならね、まあ、他人がどう評価するかは分かんないけど、自分でこのバチに点数をつけるとしたら、もう100点。奇跡的に生まれた、もう二度と作れないようなバチかなと思います。これ、材質はヒノキ。これは結構硬いヒノキですね、ヒノキの中でも。フロー君と一緒に、作りました。2013年くらいに、2年かな。
フロー君がうちに泊まりに来て一緒に温泉に行って、で、あ、プールに行って温泉に行って、で、帰ってきて、太鼓せんべいっていうやつを食べながら、作ったヒノキの思い出の場所です。これもね、ナイト・オブ・ナイツを3連続で占領したり、その上位局的な目立った記録はないんだけど、安定性のある。っていうかね、叩いてて気持ちいいんだよね、やっぱヒノキって。ベイヒバもそうなんだけどね、時と場合によりますけど、まあ、ヒノキ的なもの、効力が発揮された形状をうまく作れたパチかなって思います。全部太さ2センチで、これは大体38だったかな。38センチ。はい。これが最後。頬ですね。まあ、これは知ってる人も多いかと思うんだけど、一時的に万円で、違うな。10万円で売ってくださいっていう、ちょっと法外な交渉が来たけど、いや、そんな価格はちょっとないですねっていう、言って断った。まあ、そもそも、これはちょっと手放せないかなっていう、バチです。その10万円っていう値段をつけられたのは本当なんですけど、まあ、その10万円を提示されても、当時中学生で、中学生で10万円で売ってくださいって言われても、いや、これは渡せないかなって、その時の、子供の発想ですらそう思ったような、それぐらい愛の深い、バチですね、これは。リラックマ。角材から作った方鉢。以上です。はい、皆さんこんにちは。動画のご視聴ありがとうございました。ヨミー先生と言います。本業は作曲家で、登録者100万人を目標に、まあ、YouTube でいろいろ遊んでるんで、今日初めて見たという方はぜひチャンネル登録、高評価よろしく。目標を達成した時に世に出そうと思ってるものがありまして、まあ多分その曲が世界を変えられるんじゃないかなって。おっと、誰か来たようだ。それではまた次の動画でお会いしましょう。